はい、どうも皆さん、こんにちは、水田です。本日はタイトルとサムネイルの通りなんですけれども、今回のイベントライトビハインドユーで、初心者の人は何を撮るべきかっていう話をしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。で、まあ今回の、あ、ネタバレするから注意ですね。今回の召喚石はね、こちらなんだけれども、まあ、バザラガとゼタが、2人になった感じで、召喚効果がすごいかっこいい召喚石、アガキ先行と黒木大釜っていう、まあ、石なんだけれども、まあ、ステータス的に見ていくと属性が火、うん、でステータスはあのイベント石にしては普通です。はい。で、召喚効果が防御ダウン、加護が火と闇属性が 40% アップなんですよ、うん。で、まあ、まず自分のメイン加護として採用する場合だったら、まあ、火と闇属性攻撃力が 40% アップ以下だったらいるよね、うん、まずね。で、3突すると、まあ1つ追加効果が出るのか、それとも火と闇属性効果が 50% アップになるのか、ちょっとごめん今現在わからないんだけれども、まあ、結局、まあ、40%、50% っていうのは、まあ、僕らにとってはあんまり高くないし、多分みんなにとっても少し育ってくると使わなくなってくる。例えば今、透滅戦とかを見てみると、イフリート透滅戦とか、呼吸突透滅戦とか、ポコポコ変わって出てきてる。全部出てるっけ？ポコポコ出てるじゃないですか。で、まあ、それをやればですね、60% ぐらいの石っていうのは割と簡単に手に入るんですよ。うん。で、まあ、すごいそこら辺の加護効果って上位がもう割と簡単に取れちゃったりするんで、まあ、そんなにこう加護目的で取るものではないんですよね。まあ、なんで、まあ、加護、自分が今現在プロトバハムートを使っていますよとか、あのカジノで出たあの火属性の女の子使ってますとか、なんかちょっとあの毒のバジリスクみたいなの使ってますみたいな、そういうような人だったらこっちの加護の方が3突しなければ、こっちの方が上になるわけですよね。3突したらあれ 40% くれたから、で3突してないよっていう人であれば、こちらのこれはつなぎとしての採用ができます。うん。まあ、なんでもしメインカゴとしての採用だったら、まあ、自分より上だったらっていうような印象でしょうかね。で、召喚効果が、防御ダウン中っていう感じになってるんだけど、まあ、この防御ダウン中、ちょっと前のイベントでなんかありましたよね、防御ダウン系の石。まあ、ごめん、ちょっと名前は忘れちゃったけど、まあ、それを持ってるのであれば、こちらの防御ダウン中の効果もあんまりいらないんですよ。エレンか。そうですね、エレンですね。進撃のイベントコラボで、防御ダウン系をもらっていたので、まあ、もし、まああれも火属性だしね、もしそれを持ってるんだったら、この召喚石はほぼほぼいらないんじゃないかなっていうふうに思う。で、もしそれを持っていないのであれば、これは3突1個持ってても悪くはない。で、防御ダウン系っていうのはまあ意外と取り回しがしやすいよね。ちょっと使うと防御下げてくれるから、使うだけで防御下げてくれるっていうのはまあわりかしありがたいことで、まあ、弱くはないじゃないんだけど、ただね、火属性にはね、コロッサスマグナとかが存在してて、コロッサスマグナを使うと防御力が下がるんですよ。コロサスマグナの召喚石を使うだけで防御力下がったりもするんで、まぁ、ちょっと火属性の防御ダウンっていうのは少しだけ幅が狭いよね。なんで、こちらの方は、まあ、もし加護効果的に持ってなければ、あとはステータスですね、ステータス、まあ、このステータスがすごい魅力的だなっていう風に見えるのであれば、3突1個持っておくといいと思う。ただね、割と早々に抜けちゃう装備でもあるので、まあ、そこら辺は考えどころ、まあ、人によってくる部分もあるでしょうねっていう感じかな。で、武器に関してはですね、アーキテクトベースっていう闇の杖なんだけど、これはじゃあサクッと言いましょう。桜カードキャプター桜コラボイベントがちょっと前にあったじゃないですか。それで封印の杖を3突もしくは4突持っているのであれば、これはいらない武器です。はい、うん。で、まあアーキテクトベースと CC 桜の希望の杖は同じなんですよ。スキルの効果量が、スキルの効果量が同じで、で、まあ、基本的に使うケース、これをじゃあ杖っていう武器でメイン武器で同じだから、使うケースも限られてくる。まあ、具体的に言うとシュバマグですよね。シュバマグの確定にアーキテクトベースと希望の杖をビショップで持って戦うっていうのが、まあ基本的に初心者的な想定になってくると思うんだけど、で、そのアーキテクトベースとじゃあ希望の杖どっちがいいのっていうと、シュバマグって結構耐久をするんですよ。
そのギリギリでその耐えながら戦っていくっていう戦いをしていくんだけど、希望の杖の奥義効果は HP 回復で、メイン装備時になんか味方全体の非回復上限、つまり回復量がアップするみたいな、感じのアビリティになってるんですね。確か俺の記憶が正しければ。でこっちは逆に、クリティカル確率アップ攻撃系で、アーキテクトアーツ通常攻撃時確率で自分にランダムな強化効果を付与する。これちょっと殴ってみたんですけど、あんまり確率高くないかな僕、まあ、これスキルレベル固定だよね、固定だと思うんだけど、あんまり確率高くなくて、乗る効果も自分の攻撃アップ自分の防御アップとかで、ちょっとこう微妙な強化効果かなっていう風に思ったんですよね。でランダムだし、まあ、それだったらもしあのシュバマグを確定してないけど、このアーキテクトベースと希望の杖持ってるけどどっちがいいっていうような質問が来るのであれば、僕としてはアーキテクトアーツよりもあの希望の杖の方が強いんじゃねっていうふうに思った、だから、希望の杖があれば最終的にとりあえずはいらなくなるんだけど、もう一つあれがあるんですよ、条件が。もう取らなくてもいいよって言える、もう大手を振って取らなくてもいいよっていう条件があるんだけど、自分の装備ですよね。で自分の装備、最終的に闇属性って EX 工人はこのアーキテクトベースとかゼノディアボロス、あゼノディアボロスの刀もあるのかゼノディアボロスの刀を持ってる人はあのアーキテクトベースっていうのは杖がメイン武器になってるんで、希望の杖を持ってないんだったらアーキテクトベースを取った方がいいよっていう風に僕は言う、で希望の杖、アーキテクトベース、ゼノディアボロスカナナっていう3種類があるんだけど、まあ、やっぱメイン武器が杖、あの武器種が杖なん でちょっと杖を持って戦うことっていうのは闇属性、あの将来的にねシュバマグ確定とかで絶対出てくるんですよね。だから、まあ、杖は持ってないんだな、ちょっと必要になってくる、だから、希望の杖を持ってなくて EX 工人枠はつなぎ武器としての採用も十分考えられるわけですよ。つまり EX 工人枠最終的には1本しか入ってこないんだけれども、2本3本と、まあ、序盤の装備がこんな風に弱かったらつなぎとして入れていく可能性っていうのは十分にあるわけ、通常工人枠より多分 EX 工人枠は欲しいような状況っていうのは増えるわけですよね。そう考えると、もし2本かな、まあ一番ロスが少ない、あのお得な損をしない感じの本数といえば2本です。希望の杖、ゼロディアボロスの刀、これは無凸でも三凸でも何でもいい、何でもいい、持ってるか否かですね、持ってるかでアーキテクトベースを持ってるか、まあこの中で2本を取れば良い感じで、メイン武器が杖のこの希望の杖もしくはアーキテクト希望の杖を持っているか否かで取得が変わってくるくらいかな、ということでね、アーキテクトベースに関してはそんなちょっと微妙な、あのよく分かりづらい感じなんだけど、基本的に希望の杖より下で、まあ、希望の杖はゼノディアボロスの刀より下になってくる、まあ、だから存在意義としてはメイン武器としてのっていう感じになってくるし、ちょっとだけね使いづらい部分も出てくるのかななんていうふうに思ったり思わなかったりしますというようなお話でした。まあ他の部分に関してはですね、こちらの貢献度できる限り稼いで、まあ、いつも通りね貢献度本当に全部稼げば稼ぐほど美味しいし、討伐所の銀も金も稼げば稼ぐほどガチでうまいんで、まあ、もしゆとりがあれば、まあ、全部回収できるように頑張っておくといいんじゃないかなっていうふうに思います。デイリーミッションがあってね、まあ、こちらの方クリアするだけでレジェンドガチャチケットと闇の戦果100枚もらえるから、まあ、初心者の人はね救援にもしっかり駆けつけて、戦っていければいいんじゃないかななんていう風に思いました。ちょっとボコボコ言ってたけどちょっと分かりづらかったけど参考になれば幸いでございます。それじゃまたお会いしましょう。じゃあね、バイ。